チェルシー最新ニュース、チェルシーがイン。ランド代表の96億円ディフェンダーを買い戻しかチェルシー。現地時間18日、ディフェンダーウェズレー・フォファナが膝の。十字じ帯を負傷して、手術を受けたことを発。した、イギリス紙、デイリー・メールが現地時。19日、チェルシーがフォファナの代役としてく。スタルパレスのディフェンダーマークグエの獲得す。 こととを検討していると報じていいるる報じチェルシー参戦の欧州 CL を見るならワウワウ。加入月は視聴量が無。tvpc アプリで視聴可能昨年の夏にチェルシーに加入したフォファナは昨シーズン膝の回により長期離脱を強いられていたが今期も美容怪我に見舞われてしまった同志による今回の負傷によりかなりの長期離脱が予想。 レテオリ、チェルシーは大役の補強を検討し、いるようだ。そこで名前が浮上したのが、23歳の。グランド代表 CB グエーだ、チェルシーの株オリ出身のグエーは、トップチームではほとんど。出場機会に恵まれず、2021年の夏にクリスタル。レスに完全移籍している、同志によると、その。の移籍金は1800万ポンド。 約28.8億円だったようだが、ここからグエーは、ギュラーを確立し、イング。ド代表に選出される存在にまで成長、現在。リスタルパレスは、グエーの価値を6000万本。約96億円と評価しており、チェルシーがグエー。買い戻すには、客時の3倍以上の移籍金を払う。必要があるようだ。7000万ポンド、約112億円をかけて。 得したフォファナが再び大けがを負ってし、イ代役としてグエーを獲得するにも、チェルはその額に迫る移籍金を支払わなければ。ラナイ、シーズン開幕が迫る中、チェルシーは、常に難しい状況下にある。両関連記事。